皆さんどうもです。ポルスです。今回は前に公開した超高性能ワンオンワンマップで一番知りたい人が多かったギミック、キルしたら拠点に転送するその装置の作り方ですね。それを解説しようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ではまず用意するものはテレポーター1つとトリガー1つとチーム設定&インベントリー1枚ですね。この3つでさっきのギミックができます。チーム設定&インベントリーは一番意外性がありますよね。実はこれが一番のメインの装置になっています。設定はまず開いて他は何もいじらなくていいです。一番下にこれですね、チームメンバーが敵を撃破すると送信するっていうものがあります。これをチャンネル1にしておきましょう。まあ、チャンネルは何番でもいいです。これのチャンネルは何番でもいいんですが、他のギミックを使っている場合はそのチャンネルと被らない番号にしてくださいね。例えば別のギミックでゲートを作ってたとしたら、ゲートが開いたそのギミックとこのチーム設定&インベントリーのギミックが同じ番号だと同時に作動してしまうんで、それだけ気をつけてください。まあ、今回は1でいきましょう。で、2つ目のアイテム、テレポーターですね。テレポーターも全然いじりません。テレポーターは受信していると転送する、これをチャンネル1にしてください。なんとこれであらかた完成しました。まずどういうギミックになってるかというと、チームメンバー、まあこれ誰でもなんですけど、敵を撃破するとチャンネル1に送信します。でチャンネル1を、送信先受信すると転送します。それで終わりですね。本当にチーム設定&インベントリーの効力で誰でも撃破するとチャンネル1に、送信して、それがテレポーターにそのチャンネルが行って、でテレポーターが起動して転送する、たったこれだけですね。で、僕の島の作りで言ったら、勝った方が一箇所に転送する、でもう片方は負けた方ですね、負けた方は普通にリスポーンする、リスポーンパッドを置いてあげると、片方は、こっちの階段、片方はこっちの階段っていう風にできますね。もうこれであらかたできます。僕の島はこういう感じで作ってありますね。高性能 1V1 マップの中では一番多分簡単なギミックだと思いますね。本当に使うものさえ分かっていれば一瞬で作れますよね。ただこれ一個だけデメリットがあって、キルした瞬間に転送されるんですよね。キルした瞬間に転送されるのは、まあ効率はすごいいいんですが、キルしてそのキルログが流れてる瞬間にもうすでに下に行っちゃうんで、そのキルクリップを作る人からしたらちょっと使いにくいんですよね。キルクリップを取る場合はやっぱキルした後ちょっとの余白がやっぱあった方がキルクリップとして使いやすいんですよ。だから遅延が欲しいんですよね。その遅延の作り方で3個目トリガーを使います。それも説明しましょう。僕のマップはもともとキルした瞬間に転送してたんですけど、今はアップデートを入れて遅延を入れてます。ではまず、これですね、受信しているとトリガーを起動、これをチャンネル1にします。そして起動すると送信する、これをチャンネル2にします。で最後に遅延を、まあ僕は3秒にしてますね。ここの遅延を3秒にします。はい、これで、遅延を作りました。で最後チャンネル、もう1個チャンネル2が出てきましたよね。このチャンネルはこっちのテレポーターをチャンネル2にします。これでどういう風になってるかというと、まずチーム設定&インベントリが起動しますよね。撃破すると送信で、直でテレポーターに行くんじゃなくて、まずはこっちのトリガーに行って、トリガーのチャンネル1が、受信先で、そっから3秒後の遅延を入れて3秒後にさらに送信するんですよ。それがチャンネル2に送信するんですよね。でチャンネル2の送り先がテレポーターで、こんな感じですね。だから、まあ、順番並べてる順番の通り、チーム設定&インベントリ起動してトリガーが遅延を加えて、でテレポーターが3秒後に起動するようになるって感じですね。あとはテレポートするときの音がうるさかったりしたら、それをテレポートの方でオフにするとか味付けすれば完成ですね。私は音とか見た目はオフにしてます。透明にしていますね。このギミックや動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、クリエイターサポートをよろしくお願いします。それでは皆さん、またねー。